ラジバックミニ。皆さんスリコ行ってます？スリーコインズ結構楽しい商品たくさんありますよね。先日そのスリコでこういうものを買ってきました。はい、これわかりますかね。ライトニングケーブル。はい、そう、僕 iPad mini を2台使っていて、さらに最近 iPhone をラインナップに加わったんで、足りないわけではないんですけど、ちょっと見た目もいい感じだったんで、ライトニングケーブル2本買ってきました。通常タイプと L タイプ2種類買ってきたんですけど、これどっちももちろん300円。はい、安いでしょ。ってことは、そう、 MFI 認証品ではないみたいです。はい、それでは使えるのか実際充電してみたいと思います。中にはまずこういった説明書。はい、裏表結構しっかり書いてあります。まずは警告、 2.4 アンペア以上は流さないでくださいと書いてます。で、これデータ通信にも対応してます。後で試してみます。で、対応機種は iPhone 5から2020年11月発売分まで iPhone、iPad、iPod、 これに対応してるとのことです。はい、それでは実際使ってみたいと思います。コネクタはこんな感じ。はい、片面だけのタイプではなくてちゃんとしたライトニングに見えます。はい、こんな感じ。それでは充電してみます。まずは iPhone。 はい、ちゃんと充電マーク出ました。次に iPad mini。 はい、こっちも充電マーク出ました。うん、大丈夫そうです。データ通信もできるか試してみます。あれ、来ないかも。あ、ちょっとなぜか時間かかったんですけど、一応来ましたね。はい、データ通信普通にできちゃいました。はい、このライトニングケーブルが300円。これは結構安いんじゃないでしょうか。一応もう一本、はい、この L 型の方、これも充電できるかだけ試してみます。ちゃんと充電マーク来ました。 iPhone7 も大丈夫。いや、この L 型、はい、結構いい感じですよね。こっちももちろん300円なんですけど、僕はやっぱり MFI 認証品をお勧めしたいと思います。ただそっちは今現在 Amazon さんでもだいたい600円台から700円台となると、これ2つ買えちゃいますよね。いや、ここは悩ましい。でも本当、このスリコのライトニングケーブル、これ結構質感もいいんで、こういうところのコスト削りたい方には結構いいかもしれません。ただ僕的にはやっぱり MFI 認証品、こっちをお勧めしたいんで、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。ではまた次回。